タクことアキネンです。どうも、見習いオタクことジーヤです。世間ではですね、活動休止のグループとか、卒業とかいろいろあるので、僕ができる最大限のやり方はこれしかない。なんでしょう。アクニャンは韓国人の死が4人連続で辞めています。災難だよね。しかもね、辞め方のレパートリーがちゃんと分かれてるよ。そうなの、4人4人って感じ。ケビョをケビョをなんだそれ。社長のセクハラ、練習生とできちゃった、あらファンと繋がったっていう。あー、すごくない？この4人そんなことってあんの？ね、本当に辛い思い出を皆さんにお裾分けしますので、ぜひその代わりといってなんですけど、高評価の方とチャンネル登録の方、300人で10万達成なので、もうちょっと本当に今すぐチャンネル登録、この時間でチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではエビバディゴー。まずケビョなんですけど、ケビョちょっと、まあ、一番最初のとこなので、はい、あの1年とかでちょっとカズオって言いましたね。今回の動画和名だけど、はい、毎回公演行ってたんですよ。でもチケット発券が終わってた、確か行くぞって今ね、ノリノリの時ねの時に、ちょっとお休みになりますみたいな感じになって、でわしはその時に、あ、推しがいない公演でなんか他のメンバー見てても面白いかなって言ったら、なんかさ、これマジでオタクあるあるなんだけど、公式発表されてるのになんか知ってる人がいんの。本当のいない理由を知ってるオタクがなんでかいんの。毎回どう繋がってんの、毎回いんの、この変なオタクが。そのオタクに言われて、なんかアクニャあれ腰痛ダンスしてるからね、膝が痛いだか、なんか腰が痛いだかで、あの公式発表じゃないよみたいな、なんか多分やめるかもみたいな感じで言われて、えってなって。穏やかじゃないね。極めつけは、私その2周年だからってケーキ作ってんのよ。オーダーしてメンバー全員が乗った写真のケーキ、差し入れする日に、あの、いねえの、推しが。真実は何だったの？まあ、多分事務所と揉めたんかなんかなんかな。既存のファンからも叩かれるし、勝手にやめてひどいよねとか、みんなの夢はどうしたんだとか、嫌われ者になるのよ。あ、それも辛かった、今思えば。で、次の推しが、いろいろ K-POP のアイドルとか、あのジャニーズのアイドルとか推してるんですけど、ちょっと一瞬の中で、つまよった時期があって、あの、香港人を推す。あ、そうだけ、はい、韓国じゃなくて、ホングコングの方。はい、ホングコングを推してた時期がありまして、韓国語も日本語も喋れないから、意思疎通も取れるし、あ、香港人。推しもなんかだって、I love you とか最後。さっき。そう、熱いわけ、こっちも。推し以外にファン2人ぐらいしか。推しくんねえな、ずいぶん。自然消滅しちゃったのよ。再デビューしたわけ、他のグループで。に入って。で、この10人超えの超大所帯で、華やかなのを見てるわけで。まあ、人数多いとね。そうそうそう。でも、マジいいと思ったんだけど、社長がセクハラをしてたのよ、メンバーに。え、刺身屋でセクハラしてたっていう。ね、クソと、なんかなぜか刺身屋っていう、新大久保の刺身屋でセクハラしてたっていう、なんかなぜか刺身屋だけなんかさらされてんだけど。刺身屋なんて逆あんのか。刺身屋でなんか、刺身屋ってちょっとやらしいよね。刺身屋でそのメンバーのなんかちょっとあのポコチンを触って。あーやー、ポコチン言うな。あ、すごい。にんち。次3人目の推し、チャンネルを見てくれてる人の中で有名なラブスタグラムくんっていう。あ、ラブスタグラムちゃん、皆さん初めてライブ見た時から、ビビビってくるものがあって、おなんかうつむいて踊る感じがかっこいいみたいな。なんかそういう子いつも好きだよね。そう、影がある人が好きだから影が強すぎたら飲まれちゃうんだけど、最初から影に一番情緒不安定な時期だったの。おだからもうすごい救われてて、ライブ行って特典会行って、そのまま会社の近くのホテル泊まって、で仕事してまた会社出勤して、ライブ行って特典会行ってホテルみたいな、すごく一番オタクしてたの。なんか特典会中も並んでる時に仕事してみたいな。まあ充実してるっつったら充実してる。そうだけど病んでて身が滅ぶぞ。そしたら、まあ、ある日どうやら韓国の、本でのアクセサリー屋さんで働いてるみたいな噂が流れてきたの。でその瞬間に私は、あ、僕ら本で行くしかないみたいな。辞めるってなった時もね、韓国ってさ、ちょっと奴隷契約みたいな感じで7年間とか縛るわけよ。長えな。で、かつじゃあこの7年以内に辞めるのであれば、お金をお支払いくださいみたいな感じで、すごいね。その時にわしがじゃあもう用意するしかないってなったわけ。わしがこの金額を用意してやるよと思って。そうなの。そう。で、そしたら急に女の子とのインスタを上げ始めたのよ。ハッシュタグにね、ラブスタグラムって書いてあるわけでね、白い犬を飼い始めたのよ。犬を飼い始めるってことはね、めっちゃラブスタグラムやんと思って、推しがね、急にね、ラブスタグラムを始めたのって、ラブ、ちょっとラブスタグラムってよくわかんないけど、そもそもラブスタグラムってよくわかんないんだけど、かき集めた金も全部、知らねえよみたいな。
極めつけがストーリーでなんか映画館来て理由みたいな彼女の髪の毛を食べてたキモいどうしてしまったニャム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 って怖いお金をね散々払ってきたけど髪の毛食われたことねえなって思ってちなみにその女の子が同じ事務所の練習生だったのあれやらしいダメだね近場で手つけて事務所内コラボとかあるじゃん、うん、もう複雑になっちゃったそっから、ね、いちいち心配になっちゃうよねそのコラボ大丈夫かしら、うん、言うて男と女だものみたいなさなんかさ男と女が狭い空間にいたらこれいかなることかそうなるよねなんかソニーのカメラが欲しいんだけどソニーって日本で買ったら安くなるみたいな感じで聞かれたの、うんうん、Vlog 撮りたいからみたいな、うん、言われてわしこれえ買えってことと思ったのそういうに聞かれるよねそう買ったら絶対、うん、ラブスタグラムラブスタグラムそしたらもうラブイロにされてたからねわしのソニーのカメラ白い犬がそっから苦手白い犬を見るたびに思い出したのね思い出す暗い過去をねニンチで最後4人目なんですけど公演とかもそんな入んないし入ってもなんかハマれないしオタクする気起きねえなみたいな、うん、でそれ友達に1回でいいから入ってみたいな5回入れば絶対ハマるって言われたので2回目でハマるっていう結構早かったね友達の予想くねそうなのでそんぐらいビビッとくる子がいて、うん、それがあのポケモンのニャースにめっちゃ似てるからあーそこだはいはいニャースって言ってたけど、うん私が一番嬉しかったのは女の子でスカートの子とかが集合写真で前に座るときに、うん、なんかメンバーが上着を脱いでかけたりみたいなあ見えちゃったりするからねそう、はいはい、やつやっててニャースがわしにやってきたの何やってくれたのスカートやってるわけじゃないスカート履いてねえのにこうやってかけてくれたの何をどこを何かけたのやっちゃん出てたのみたいなやだやだ横からやだそんな横からこうやって横からかしたから横からってやる横からかわかんないけど知らないけどなんかかけてくれたのよこうやってなーってなるねそうで、出来上がり見たら推しがなんか寒いとこやってなんかわしに上着かけたせいで寒くなってるなでふざけたこととかしてくれてあーめっちゃ可愛いなと思ってたらはい、ファンと繋がりましたファンと繋がりました繋がりましたあらあらこれもラブスタグラムみたいな感じになっちゃったのファンと繋がるのは別にいいよ、100歩譲ってわしはあの知らないからそれを繋がったとて、ねうんうん、やめなければでも分かり方がさ、上手くないんだよみんなアイドルの男の子って例えば変な振り方をするから逆上するパターンだLINE のスクショとか、うん、その子も出ちゃってだってね日本で公演やるじゃんで韓国に帰るわけ一回そしたらねなんか片道1時間ぐらいかけて会いに行ってたんだってそのニャースがニャースかだよよっぽど会いたかったんだねそのファンじゃなくて焼き芋のなんか話だから焼き芋のやり取りをしててファンの子と、うん、ニャースがでそっからもう焼き芋が苦手またそれがダメだよねでもこの辺から気づくわけあもうなんかわしが好きになった人ってみんな辞めるんだなみたいなね、疫病神オタクいるんだよ多分これコメントで聞けば絶対私もなんか私が押した瞬間2週間で辞めましたとかうーんでもさこれってさ結局さ陣屋に出会うための決別だったんじゃないの別れたから陣屋と出会えたわけで陣屋と出会えたからこんなにアンチも今幸せでってそういうことだよね皆さんそうでしょどういうことだ頑張るなどういうことだお前は頑張るな押しがすぐ辞めちゃうって方は高評価それでは皆さんも明日お幸せに本当にマジコンパスのモノマネしてるのかっていう動きしか見てなかったこうやってねダンスがさこれしかもうこれじゃなきゃよコンパスのモノマネのためにさ5000円とか払って言ってたわけ横見ながら動いちゃうのフォーメーションチェンジの時動いてないんだ横を見ながら動くのにぶつかってんのちゃんと練習をしろ